今日はですね、初めて都内の方でね旅行しようと思います。東京タワー5本ありますね。ここが先ほど下った芋洗坂っていう坂です。ミディアムです。これはちょっとだいぶ変わりましたね、雰囲気というか。多分夜っていうのもあってね、だいぶ雰囲気が変わってますね。やっべ、めっちゃ綺麗。全然違う。なんか空赤くない？なんかオレンジっぽくない？あれよ、六本木といえばって言われたら、芋洗坂、東京タワー、六本木ヒルズみたいなね、それぐらい多分トップクラスに行きましたね。高層音痴のうちには本当に素晴らしいと思います、この立地は。重大なことに気づいて、サムネイルを撮ってないんだよ、まだ。ツイッター用のね、やつです。近いうちに動画出します。おぉ、いつ見ても感動するな。なんでさ、人って静かなとこ入った瞬間に静かな声になるんだろうね。優しい声というかね、アート作品じゃん。ここが明日の朝ごはんの会場みたいです。今こっからじゃん。こっから見るうちからの視線がすごい。これ内目線ね。あの奥のさ、奥あるじゃん、奥の扉、ここが入り口なのよ。ここから入ってきてって。で、上から下から見るとそれ天井めっちゃ高い。で、なんか立体的になってんだ。すごいね、こうなってんだね。東京観光も行けるよって。福岡？あ、違う。富士箱根か。っていうか、そう、箱根ね、実はね、去年から2回ぐらい計画してんだけどね、2回ほどね、全部ね、お蔵入りになっちゃって、まあ、感染症とかさ、そういうのでさ。なんかね、居心地が良くなっちゃった。部屋に戻りたくなくなっちゃった。なんか奥行きが本当にあるよなって思った。今日ね、2つほどねやらかしたことがあって、結構カメラ手持ちだと結構顔近くになっちゃうんですよね。気づいてなければいいなって感じなんですけど、ちょっと物もらいになっちゃって、なんか目つぶるとね痛いのよな。目尻が痛いのよ。目をこう目開いたらもうダメって感じ。もう違和感の塊って感じだったんですけど、それよりも楽しんだ方がいいかなと思って、むしろ楽しくて忘れてました。あの SD カードですね。今ハンディカムで撮ってるんですけど、16GB にしちゃって間違えて、マックス4時間しか撮れないやつで、あの結構旅行とかだと結構撮るなって思っちゃうんで、 32GB とかね、倍の8時間のやつを使ってるんですけど、見事に忘れましたね。あと120時間ぐらいあるので、ちょっとセーブしながらって、明日にちょっと響いてきちゃうと思うんで、あと携帯の方でも撮ってるんですけど、はい、というわけでね、今はね多分21時ぐらいかな、おそらくオトパレットの動画が上がっていることでしょう。ゆっくりしてお風呂に入ろうかなっていう、そんなで、その後はちょっとまたゆっくりしていこうかなって思っております。というわけで、じゃあまたお会いしましょう。バイバイ。食品サンプラーのオンラインレッスンなんですけども、それのなんか、あの、そう、昨日ジャストタイミングでそうだったんですけど、帰りがかなり遅くなって参加できなくて、今ちょっと見直しをして、あのノートに全部書き込んでっていうのをやっておりました。天空スパだっけ。いやー楽しみです。というわけで行ってきます。こちらですね、スカイスパに行きたいと思います。16階なんですよ。ここやっぱほんとすごいと思う、この広い感じ。あれ、耳がキーンってする。おお、見て、すげえ。東京タワーってやっぱ大きいんだね、改めて見ると。高所恐怖症の人はちょっとほんと気をつけて。はい、結構怖いね。普通にびっくりしたもん。はい、行きたいと思います。はい、というわけでね、今から入りたいと思います。眺めが全然違った。まあ6階と16階だから、そっか、10階の差がでっかい。まあ今23時回ったところですよ。演奏してみた動画とかの楽譜を作ったりとかして寝ようかなと思います。やっぱ眺め良かったんですよ、ガラス張りでほとんど。ただ曇ってたってのがあったかなって感じですね。なんかね、オレンジアロマみたいな、がその匂いがすごかったです。マジで露天風呂入れなくて、今回も水恐怖症なんですよ。水すっごい苦手で、もう川とか見るだけでほんと飛び上がっちゃうぐらいほんとダメで、なんなら滝とか海とかほんとに無理で、露天風呂ちょっと克服したいなとは思ってます、いつかね。
ちょっとまだね結局無理だったって感じだったんですけど、ただね温泉はすごく綺麗でした。温泉はすごく気持ちよかったです。街灯ってキラ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 ってすごく綺麗でした。そんなお風呂でございました。午前1時22分でございます。はい、今からですね本格的に寝ようと思います。ちょっとさすがにもう疲れた。めっちゃ書いた。一応ねこんな感じでまあダイソーで買ってるんですけど、曲聴いてガーって楽譜に書いてっていう作業をね永遠とやってます。窓見てほしいんですけどすごいの見てしまった。まあ後ででいいやと思って楽譜書いてて、よしちょっと動画撮ろうかなと思ったらライトアップ消えちゃったんですけど、ちょっとここ光ってるの分かる？赤くちょっと点滅してるところ、あれ東京タワーでした。そう、さっきまですっごい綺麗だった、うわーって思ったの。綺麗に見逃しました。はい、というわけでね今からもう寝ようと思います。さすがにもう疲れた。もう限界です。でなんかねやっぱね物もらいであろうこっちもねちょっとね痛くなってきてんで寝ようと思う。では皆様おやすみなさい。今がちょっと混んでるんだ。すげえこういうの分かるんだ。わかる、この粉粉パンみたいな、ああいう感じすごい好き。ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録高評価をしてくれるとめっちゃ嬉しいです。では次回の動画もお楽しみに。ではバイバイ。